ナンバーアンダーライン愛の初夏フェス体験とファンへの感謝の気持ち。神宮寺勇太がフェスの後に SNS で感謝の意を表したのもまさにその一環であり、彼らがいかにファンを大切にしているかが伝わってくる。初めての夏フェス参加というのはどのアーティストにとっても特別な意味を持つ。それは音楽の世界において一種の通過儀礼のようなものであり、観客との一体感や他のアーティストたちとの共演を通じて新たな視点やインスピレーションを得る機会でもある。ナンバーアンダーライン愛にとっても、その初めての夏フェス出演はこれまでのキャリアの中で一つの重要なステージであり、彼ら自身の音楽性やパフォーマンス力を試される場でもあった。この夏、千葉市蘇我スポーツ公園で開催されたロックインジャパンフェスティバル2024への出演はナンバーアンダーライン愛にとってまさにそんな機会だった。フェスの当日、ナンバーアンダーラインアイのメンバーである神宮寺勇太は SNS を通じてライブの感想やオフショットを公開し、観客とのつながりや彼自身の感動を共有した。ステージから見える観客の盛り上がりは圧倒的であり、彼らの音楽に対する熱狂がひしひしと伝わってきたという。神宮寺はぶちかましてくれてありがとうという言葉で感謝の意を表し、再び観客と共に同じエネルギーを共有したいという強い思いを示していた。その言葉には観客との一体感やその場のエネルギーが凝縮されているように感じられた。ナンバーアンダーライン愛の音楽は単に耳に心地よいメロディーを提供するだけでなく、聴く者の心に深く響くメッセージ性を持っている。それは彼らが日常の中で感じる葛藤や喜び、希望を音楽に昇華させることで多くの人々の共感を呼び起こしているからだ。そのため今回のフェス出演を通じて初めて彼らの音楽に触れることになった観客たちにとっても、その瞬間は非常に特別なものとなったに違いない。特に神宮寺が SNS で公開したオフショットに見られるようなステージ上でのメンバー全員の笑顔は、彼らがどれほどこの瞬間を大切にし楽しんでいたかを如実に物語っている。フェスに参加したファンたちからの反応もまた非常にポジティブなものだった。ジン君がマジで爽やかでかっこよかったっす。初フェス大成功おめでとう。めちゃくちゃ最高だった。といったコメントが寄せられ、彼らのパフォーマンスが多くの人々に感動を与えたことがうかがえる。特にこれまでナンバーアンダーライン愛の音楽に触れたことのなかった人々にとって、このフェスは新たな音楽との出会いの場となり、彼らのファン層が広がるきっかけとなったことだろう。フェスという独特の環境は、アーティストにとっても観客にとっても通常のコンサートとは異なる特別な体験を提供する。それは屋外での開放感や他のアーティストたちとの連続したパフォーマンスによって生まれる相乗効果によるものである。ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちもまたその特別な環境の中で自らの音楽を再確認し、観客との新たなつながりを感じたことだろう。彼らのパフォーマンスは観客を巻き込み共に楽しむことで初めて完成するものであり、その一体感がステージ上での彼らの笑顔にも現れていたのだ。この夏のフェスでの経験は彼らにとって一つの大きなステップとなった。特にフェスという場でのパフォーマンスは彼らの音楽がどのように他のアーティストたちと共鳴し観客たちに響くかを試す場でもあった。結果として彼らの音楽は多くの人々に受け入れられ、そのメッセージが広く伝わったことは大きな成功と言えるだろう。またフェスでのパフォーマンスをきっかけに彼らの音楽に興味を持つ新たなファンが増えたことも、今後の彼らの活動にとって非常に重要な意味を持つ。フェスでのパフォーマンスを振り返るとき、ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちがどれほどの努力を重ねてきたかが改めて感じられる。彼らは音楽を通じて自分たちの思いやメッセージを伝えることに真剣に取り組んできた。その結果として今回のフェスでの成功があるのだろう。彼らの音楽はただのエンターテインメントではなく、聴く者に考えさせ感じさせる力を持っている。それが多くの人々に支持される理由であり、今回のフェスでのパフォーマンスがこれほどまでに成功した要因でもある。これからもナンバーアンダーライン愛の音楽は多くの人々の心に響き続けるだろう。彼らの音楽には人々の心を動かす力があり、それが彼らの最大の魅力でもある。フェスでの経験を糧に彼らはさらに成長し、
より多くの人々にその魅力を伝えていくことだろう。彼らの今後の活動に期待が高まると同時に、彼らがどのようにその音楽を進化させ、次のステージへと進んでいくのかが楽しみでならない。フェスという特別な場でのパフォーマンスを通じて、彼らは自身の音楽の力を再確認し、その力をより多くの人々に伝えることができた。その意味で、この夏のフェス出演は、彼らにとって非常に意義深いものとなったと言えるだろう。今後も彼らの音楽がどのように進化していくのか、そして彼らがどのようにその音楽を通じて新たなファンを獲得していくのかに注目していきたい。このようにして、ナンバーアンダーライン愛の夏はまだまだ続く。彼らの音楽がこれからも多くの人々に愛され、共感され続けることを願ってやまない。そして、次に彼らがどのようなステージでどのようなパフォーマンスを見せてくれるのか、期待は尽きない。フェスでの成功を踏まえ、彼らが次に目指すものは何か、その答えを知るためには、彼らの今後の活動を見守り続けるしかないだろう。このフェスティバルの成功は、ナンバーアンダーライン愛にとって単なる一つのイベントを超えたものであり、彼らの音楽キャリアにおける新たなマイルストーンとなった。この成功をきっかけに、彼らはさらなる高みを目指し、音楽シーンにおいて一層の存在感を発揮していくことが予想される。だが、それは簡単な道のりではない。音楽業界は競争が激しく、新しい才能が次々と登場する中で、継続的に注目を集め、ファンを魅了し続けることは容易なことではない。しかし、ナンバーアンダーライン愛には、その困難を乗り越えるだけの強さと才能があると確信している。フェスの後、彼らのパフォーマンスに触れた人々の間で広がる波紋は、今後の活動においても重要な意味を持つだろう。彼らの音楽に新たに触れたファンは、今後のライブやリリースに期待を寄せ、さらに深く彼らの世界に引き込まれていくことだろう。音楽とは、単にその瞬間を楽しむだけでなく、アーティストとファンとの間に継続的な絆を築く力がある。その意味で、今回のフェスティバルは、ナンバーアンダーライン愛にとってもファンにとっても特別な経験となった。彼らの音楽が持つ力はステージ上でのパフォーマンスだけにとどまらない。彼らは SNS を通じてファンとのコミュニケーションを大切にし、常にそのつながりを維持しようとしている。これは現代の音楽シーンにおいて非常に重要な要素であり、アーティストとファンの距離を縮めることでより強固なファンベースを築くことができる。神宮寺勇太がフェスの後に SNS で感謝の意を表したのもまさにその一環であり、彼らがいかにファンを大切にしているかが伝わってくる。このようなファンとのつながりがあるからこそ、彼らの音楽はさらに多くの人々に広がり、深く浸透していくのだろう。ナンバーアンダーライン愛のメンバーは、それぞれが異なるバックグラウンドを持ちながらも、共通の目標に向かって進んでいる。その目標とは、自分たちの音楽を通じて人々の心に響き、共感を呼び起こすことだ。彼らの音楽にはその力があり、だからこそ多くの人々が彼らに魅了されているのである。また、彼らの楽曲構成や歌詞には深いメッセージが込められていることが多い。これまでの経験や感情、さらには具体的なテーマにまで踏み込んだ内容が歌詞に反映されており、それがファンにとって非常に共感を呼ぶ要因となっている。彼らの音楽はただ聴いて楽しむだけでなく、考えさせられる部分がある。それが他のアーティストとは一線を画す部分であり、彼らの音楽が多くの人々に支持される理由でもある。もちろん今後も彼らには多くの挑戦を待ち受けているだろう。しかし、その挑戦を乗り越えるための準備はすでに整っている。彼らはこれまでのキャリアの中で、多くの困難や逆境を経験してきた。それが彼らを強くし、今の彼らを作り上げたのだ。そして、今回のフェスでの成功は、その努力が報われた証であり、彼らのさらなる飛躍を期待させる出来事となった。また、彼らがこれからどのような方向性で音楽を進化させていくのかも非常に興味深いところだ。音楽シーンは常に変化しており、その中で自らのスタイルを貫きつつも、新しい要素を取り入れることが求められる。ナンバーアンダーライン愛はこれまで常に新しい挑戦を恐れずに受け入れてきた。その姿勢が彼らの音楽の独自の色を、ファンに愛され続ける要因となっているのだろう。
彼らが今後どのような楽曲をリリースし、どのようなステージを見せてくれるのか、その未来は非常に明るいものと期待される。特に今回のフェスティバルでの成功を経て、彼らがどのように成長し新たなステージへと進んでいくのか、その過程を見守ることがファンにとっても大きな楽しみとなるだろう。そして彼らは今後も変わらずにファンとのつながりを大切にし、音楽を通じてメッセージを伝え続けていくことを願っているが、彼らの音楽にはその場限りの楽しさだけでなく、長く心に残る何かがある。その何かが多くの人々を引きつけ、彼らの音楽を特別なものにしているのです。この夏のフェスティバルはナンバーアンダーラインアイにとって大きな意味を持つものとなったが、これは彼らの旅の一部に過ぎない。今後も彼らの音楽がどのように進化し成長していくのか、その過程を共に歩んでいくファンにとってもそれは大きな喜びとなるだろう。そして彼らがそこにどのようなメッセージを音楽に込めて届けてくれるのか、その瞬間を楽しみに待つばかりである。彼らの音楽はこれからも多くの人々の心に響き続け、さらなる進化を遂げることでしょう。ファンとして、そして音楽を愛する者として、ナンバーアンダーライン愛のこれからの活躍を応援し続けたいと心から思う。彼らがどのような未来を描き、どのようにその音楽を通じて私たちに新たな感動を届けてくれるのか、その答えはきっと彼ら自身の手で描かれていくことだろう。その未来を一緒に見守り応援していきたいと願っている。